足りないから、もう全部。まあそうですよ、フライパンでやってるんだ。全部やったら、そうではない。なんであんな、品数少ないのか。一つだな。あれでも、そんなの信じられません。怖い。捕まることも死ぬことも怖くはありません。私が怖いのはあなたと離れることです。私の望みはただあなたといることなんです。体が離れることは心まで離れることだろうか。例えば今僕は塀の中にいる文雄とこれまでにないつながりを感じている。文雄の志が僕を動かしていると言ってもいい。距離が離れることでこれまで以上に強く深く心が通い合うことがあるんだよ。僕たちだってそうなれる。心配するな。離れてもまた必ず一緒になれる。ならなきゃいけない。僕たちがアメリカで再び出会うことによってやっと全ての証拠が揃うんだ。志を果たすことと僕たちの再会は全く同じことだ。どちらもやり遂げよう。はい。よし、じゃあ早速明日からのここ、まずは貴金属購入だ。何？何がいいって言われても。派手な買い物をカモフラージュするために何か記念日を。はいはい、はい、ありがとう、ありがとう、はい。悪魔のような所業を僕は見た。仲居をしていた草壁弘子が殺されました。ご存知ですか、この女。私を疑ってらっしゃる。草壁弘子を満州から連れ帰ったのは優作さんです。あなたとあなたのご亭主がこれからどう振る舞われるか、我々はそれを注視しています。あなたがスパイなら私はスパイの妻になります。おじさん以外の誰にも渡してはいけない。この証拠を国際政治の場で発表する。本当のことをおっしゃってください。僕はスパイじゃない。信じるのか信じないのか。あなたを変えたのはあの女です。決定的な証拠だ。あなたは何も見なかった。あなたには分かりようがない。ひとえにあなたのことが心配なんです。タイジ君は君に惚れている。やはり知らなければ何も信じることはできません。あなたは連合国側のスパイですか。誰が通報した。あなたもよくご存知の方だ。アメリカへ渡りましょう。私たち二人で。捕まることも死ぬことも怖くはありません。私が怖いのはあなたと離れることです。